はい、12月7日の新木場で今年の新人王に絶対になって、今年最後の後楽園大会ではオープニングを飾って盛り上げて絶対に勝って子熊に一日も早く追いついてみせます。はい、デビューして1ヶ月で後楽園に出ます。葉月さんとは新人王でも戦うので、今できることを頑張って勝ちたいと思います。You've been away for a really long time, and you don't know me, but I'm gonna win. I can't speak English. あなたのハートにベアハッグ、こぐまです。今回のカードなんですけど、変則な6人でのシングルマッチっていう、なんかあまり経験のないカードでして、で今回の会見に誰も出席してないってことは、私しか今やる気がないってことだと思ってるので、ここは私が勝って2014年を締めくくりたいと思っています。でまた来年はその博多で取れなかったハイスピードのベルトに標準を定めて頑張っていこうと思ってます。よろしくお願いします。脇澤さんのラストマッチの相手をさせていただくことになったんですけど、自分が成長できたのも、自分が初めてベルトを巻いたのも、本当に脇澤さんのおかげだと思っています。だから恩返しのためにも、自分が脇澤さんを成仏させたいと思います。今までずっと2人で泣いてることが多かったんですけど、最後は笑って送り出したいなと思っています。よろしくお願いします。はい、白井優です。今回脇澤美穂のラストマッチの相手に選ばれたということなんですけども、まずはすごく光栄に思っています。その中で成仏っていう言葉を脇澤美穂は掲げているんですけれども、いかにして成仏するのか、それは私も楽しみにしている部分ですし、脇澤美穂との最後の絡み、脇澤さんとの最後の絡み、私自身すごく楽しみですし、そして一緒に組む望月選手、そして堀口選手、豊田真奈美選手のとの私の絡みも、自分自身すごく楽しみですので、そのあたりも注目してもらえればと思います。最後は脇澤さんに私のムーンサルトを食らって成仏してもらおうと思います。よろしくお願いします。今回、ご指名を受けたという形でよろしいんでしょうか。脇澤選手の、ラストマッチに呼ばれて、光栄ではございますけれども、ただ年齢的に言うと僕がこっち側じゃないかなと、堀口も決して若くはないんですが、よくよく考えてみたら、僕がこっち側に行って、白井選手と岩谷選手のような、自分の娘でもおかしくないような、年齢の、こんなか弱い、か弱くはないけど、可愛い女性を攻撃するのはちょっと僕も咎めるので、この組み合わせが良かったんじゃないかなと。豊田真奈美、脇澤美穂なら躊躇なく攻撃できるんで、がっちり成仏してもらいたいと思います。あなたのハートにゴムパッチン、堀口元気です。脇澤さんとは、3年ぐらい前から、親交がありまして、2人で
あの代々木公園で夜な夜なバックスライドの練習をしたこともあります。そう、今回あるわ余計なガヤ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 今回ですね、脇澤さんラストマッチということで、優秀の美を飾れるように全力で脇澤さんを守ります。一番お相手頑張ろうな。はい、それでは豊田さんにバトンを渡します。こんにちは、トヨタマネルです。最後は、もち行きます先にジャパニーズオーシャン決めたいと思います。俺がまぜ食った。おっすなぁ、おいポリンス、はい、すいません。本当に会議に来てくれて本当にありがとうございます。脇澤のラストマッチは、大好きなトヨタさんと樋口さんとタッグを組むことです。トヨタさんに憧れてプロレスラーになり、スターダムに入ってからドラゴンゲートさんのプロレスを観戦に行って、オリックスさんが大好きになり、本当私は大好きな皆さんに囲まれて本当に幸せです。もちさん、まゆちゃん、ヨンさん、ありがとうございます。最後、笑って降りるように全力で頑張ります。ありがとうございました。何か雑誌もある方いらっしゃいますでしょうか。秋沢さんは試合で何かやりたいこととか、これだけはやっていきたいとかありますか。ですね、堀口さんの技を受けたいですね。え、全然おかしいじゃん、設定がやっぱり変わったよ、よかったねの変わる。いや、大丈夫です。え、じゃあ必ず誤爆を入れます。誤爆を避けろよ、お前ら。他に教室もある方いらっしゃいますでしょうか。あるくせに。いいですよ、身内の方でも何かあれ。高橋先生お願いします。古内選手、はい、脇澤さんのいいところはどこだと思いますか。全てです。おお今の嫁と離婚したら次脇澤さんと結婚します。うわうるせえなあ、お前はこれ。もう対戦相手基本的に口利かねえから。え、ムービーなのに止まらないとダメ。それおかしくね。DDT から来ましたオスカープロモーション所属の赤井咲です。よしこ選手との対戦は、まあ会社からもまだ時期が早いんじゃないかという声もあったんですが、もうオスカーや DDT はもう関係なく一私の一として戦いたいと決意いたしました。よしこ選手とはデビュー戦でも当たってますし、私がプロレスデビューをして初めて直接負けた相手でもあります。なんで最後に戦ったのが、ちょうど約1年前ぐらいなので、この1年間他の選手が誰にも真似のできないような対戦カードや経験をしてきたので、23日はこの経験を生かして全てをぶつけたいと思っております。まあよしこ選手を23日は踏み台にして、もっともっと世間にプロレスを届けたいと思います。はい、赤いベルトのチャンピオン、よしこ21歳です。まあ、話題騒然のこの防衛戦、自分にしかできない相手に選んだのは赤い先。まあ、赤い先がこの先どんなプロレス人生を送るかなんてうちには一切関係ないんで、まあ、23日ボコボコにしてこの話題の一戦に勝つのみ。まあ気だけは強いみたいなんですけど、その薄っぺらい体をどうにかしてもらって、まあどうにかなってなかったら自分は真っ二つに折るだけなんで、まあその後の赤い席の仕事は自分が全部引き継いであげようと思ってるんで、そこのとこよろしく。私の仕事を引き継ぐっておっしゃったんですが、それとモデルのことですか。もちろん。どう思いますか。
モデルさんもね、いろんなモデルがあると思うので、どのモデルになるのかはご自由だと思いますが、私のやってる仕事は引き継げないんじゃないかなと思います。でもまあ女性もいろんな美しい形があると思うので、ご自由にっていう感じです。あとそうクリスマスイブイブなので、赤いベルトを持って帰って DDT のみんなとファンの皆さんにそれがクリスマスプレゼントになればいいなと思っております。悪いけどこの赤いベルト簡単に負けるもんじゃないから。まあね、この23日までにそのこっそり体をどうにかしてもらわないとこっちは困んで。まあこれが赤い先のラストマッチにならないようにせいぜい期待できる。赤木選手が遅い体が出るようにすごい挑発されてますけど、そのことに関してどう思われました？まあ私自身確かに細いとは言われるんですが、まあ、目立つ存在ではあるので細いっていう点で叩かれてはいますが、それもいろんなプロレスの形があるので好みじゃないかなと思いますね。あと他の女子の団体でも正直私ぐらいの細さの人なんていくらでもいるので、まあ目立つ人は叩かれちゃうのはしょうがないなとは思います。あとひがみかなと思います。チーム名がつきまして、せっかく掴んだチャンスですので、スターダムのタッグベルトを取って2015年の女子プロレス界をリードしていける存在になりたいと思います。まずはそのためにも重要な試合になると思います。チャンピオンチームの7回りは相当手強い相手だと思いますが、ここはもう武士女の若さで未来を切り開いていきたいと思います。何歳だっけ？ 23です。23歳と21歳若い力でここは切り開いていきます。はい、で、スターダム後楽園大会のメインに出るのは初めてなので、もうここは絶対に勝ってベルトを武士女で巻きたいと思います。はい、面舵当て舵家の舵、今夜あなたの舵を取る海賊レスラー北条海里、26歳独身です。はい、ということで今年スターダム最後の後楽園ホール大会、年末最後の戦いをこうして、七重さんとの7会議でこうしてベルトを持ったまま、後楽園ホール大会のメインで、こうして防衛戦をできることを本当に嬉しく思います。で、私事なんですけども、来週の10日には里村芽衣子選手との戦いが決まっていたり、今自分としても上がっていくすごく大事な月だと思っています。そして武士女と戦う、武士女じゃないよですけども、はい、先日2人がアイスリボンセーラーリサ生誕祭でシングルをやったんですよね。どうですか、絆は深まりましたか？もちろん。そうですか。じゃあそれをしっかり試合で、ぶつけてきてください。私は今はどうやって、勝つかっていうことしか、頭にないので、まあ2人の絆次第になるんじゃないですかね。はい、ということで、7回りが、最後勝って、バシッと締めたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、パッション高橋奈です。2014年最後の戦い12月23日後楽園ホールで行われるんですけれども、その前に、新木場大会そして大阪大会で23日に成仏していく脇澤さんと最後のシングルマッチ、そして最後のタッグも組まれています。ここでまあなんていうんですかね、脇澤さんとしかこう分かり合えない思いっていうものがあると思うので、こう存分に脇澤美穂っていうものを味わって、そして高橋さんないっていうものもぶつけて、そして最後
当時お帰りとの7回りで何を見せられるかというところなんですけれども、この2014年最後の試合ですよ、スターダムで行われる最後の試合、それがこの7回り対武士女ということなんですけれども、武士女です。まあ相手には若さしかないんだと思います。だから若い若い言うんですけれども、私この日になんとめでたく36歳になります。おい、誰が言ったんだよ。同い年でしょ。36歳誕生日を迎えるんですけれども、年齢というものはただの数字です。これをね、私年々こう身をもって皆さんに体現していると思うんですよ。どんどん若々しくなっていく高橋七重、それが、この日もっともっと炸裂してですね、それですが、19年目のこう熟練した高橋七重のプロレスの魅力、これで七回りがあっちを圧倒して最後バシッと倒して締めくくりましょう、はい、よろしくお願いします。いや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 、36歳ですか。はい、とっくにお肌の曲がり角が過ぎてますね。これなんだよこれ、なんだよこれ、何これ、なんだよこれ、逆だから、なんか上がってんだよ、カード上がってんだよ、上がってんだよ、エステに行って。まあね、どんなにね若作りしても本当の若さには勝てないですからね、エステ行ったとしても。もう若さの素晴らしさはもう無限大の可能性だと思ってるので、ですからこの武士女が絶対に勝ちに行きたいと思います。はい、え、言いたいことがいろいろある、言いたいことがいろいろある、ほうちゃん言いたいことがいろいろある。あ、言ってやってください言っていいですか。はい、まあ、私さ、まあ、36歳だけどさ、うん、だけどさ、だから数字なのね、ただのね、36歳数字なの。そしてさ、この日は、まあ、脇澤の最後の試合で豊田真奈美選手とか望月選手とか、望月選手なんか今この場にいるんですよね。え、40過ぎたら疲れるわねえ、だから年齢なんかさ、ただの数字なんだよお前。あ、その辺がまだ未熟なの、未熟、ただの未熟者、わかる、わかるか。さあ、年齢なんかどうでもいいんだよ、お前らの実力何なんだよ。おい、見せてみろよ、この日に。見せんのか。任せてください、任せてください、誰も任せねえよ。この短期間で成長するのはこの若さの力が売りなんで、この短期間でそのベルトを奪ってみせます。待って、でもあなたの相方ちょっと自信なさそうな顔してるわよ。そんなことないです、死にくてねえです。何のこと、気合い入れてこいよ気合い入れてこいよ、気合い入れて、相手になんで困んだよ。やれとか、やれますよ。まあ、もう7回がしっかり防衛ロード進めていくんで、その辺よろしくお願いします。はい、ファッション。あ、すいません、中盤クソババアですけど、ちょっと高橋七重さんが使われている化粧水はどのぐらいリンクでしょうかちょっとちょっと、あれ60歳とかじゃないんですかなんだあいつ、なんてやつを連れてきたのここに、脇澤さん好きだからは？できんでき、好きだからできんあいつ回答の方に大丈夫ですか、回答いらないでしょもう一枚、はい、じゃあすいません、皆さんここお願いします。すいません、隣です、こちらです、はい、ありがとうございます。